はい、どうもこんにちは。昭和マニア1982です。今回紹介するトミカはナンバー27番の日産ジュークですね。スケールは1/64、アクションはサスペンションのみとなっております。はい、では開封します。小さいですね。なんかコンパクトカーみたいな感じで。で、コンパクトカーですかね。はい。ですね。結構ちっちゃくて可愛い。後ろはこんな感じになっています。ちょっとねぼやけてますけど、はい、はい。でアクションはサスペンションのみですね。で走りはこんな感じです。はい、これでいいかな、ね、はい、はい、これで紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。